電撃小説大賞金賞受賞作。おっと失礼、諸君にはわからないんだった。ここからは特別に心の声をお聞かせしよう。これは豚のレバーを生で食べたことによりファンタジー世界に転生してしまった俺の大冒険だ。魔法もスキルも持っていない、ただの豚なんだけどな。私の名前はジェスです。よろしくお願いしますね、豚さん。私、人の心を読むことができるんです。そうなのだ。例えば俺があの清らかな肌を見ながら、最大部品、豚の唾液でベトベトにしたい部品などと思ってしまうと、ジェスにはその汚い欲望が筒抜けになってしまうのだ。そういうことになります。でも豚さんだったら少しくらいならいいですよ。そうそう、知ってるか、豚の嗅覚は犬並みに優れているんだ。知恵と嗅覚でジェスタスのピンチを救い、あよくばジェスタスのジェスタスのジェスタスの頼りにしていますからね。そういえば豚さんは元の世界ではどんな生活をされていたんですか？大学というところに通っていた。友達に囲まれて超絶可愛い彼女もいた。彼女いない歴イコール年齢のメガネひょろがりクソ童貞さんじゃなかったんですか？うわっ、ひどいんわ。あの、実は私、豚さんに隠し事をしていました。ブヒ？私、王朝へこの身を捧げに行くんです。うが？そうしなければ死ぬしかありません。は？転生したら豚だった。美少女にお世話されるならこんな冒険も悪くない。電撃文庫、豚のレバーは加熱しろ、2020年3月10日発売。ジェス、俺が絶対にお前を守る。